日はですね、エクシードリングへの道のご報告会でございます。出る寸前とかに壊してチャキーン、すごい頑張ったんだね。はい、どうも皆さんこんにちは、しろくおチャンネルジュニーです。 GGG チャンネルのみそ汁です。本日もファイナルファンタジーブレイブ X ミアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、本日はちょっとみそちゃんからご報告があるということで、はい、今日はですね、エクシードリングへの道のご報告会でございます。道の道の、はい、前回4つね、残り4つのところまで来たんですけど、すごいですけどね、残り4つも相当きっこ回らないとねちょっと頑張りました、ね、うん、はい、勲章がね2つ増えまして残り1つになったので、どんな勲章を取ったかという取ったね方法などをご報告したいと思います。はい、お願いします。では、ちょっと勲章を見ていきましょう。はい、ででん、じゃがじゃん、じゃがじゃん、あ、また取ってないんか。伝説の鍛冶師、取ってなかったんですよ。鍛冶したんか。そうなんですよ。1000個でしたっけ。そう、やばい。でもだいぶ、うん、その初期に取った方よりはこうアップデートされて、難易度が、まあまあ難易度は下がったとはいえ、やっぱすごいですよ。そうです、最近ね始めた方は分かんないと思うんですけど、初期の頃はそのね、アイテムごとに必要なねクラフト時間があったんですよ。物によっては3分だったり、物によっては3日間とかあったりする。それが枠が4個しかない、4個も拡張して4個しかなかったから、そうなんですけど、一気にね何百個も作れるようになったので、うん、作りやすくなったと思います。おめでとうございます。ちなみに、はい、何を主に作ってたんですか。これおすすめ、ちょっとあるんですよ。すすめ、はい、うん、まずこうクラフトを開いていただくと、はい、このねなんかね、うん、まあ、簡単に見るとこのブロンズナイフとは、銅鉱。銅鉱？レイコだもんね。そう。すごい頑張って全部作ったんだ。そうなんだよ。銅鉱が3つで作れるこのブロンズナイフとかブロンズなんとかってやつと、はい、あと、下の方の、杖、うんうん。これがね、木が3つで作れるんですよ。で、この、革の盾。革の盾。ああ、革ね。丈夫な革3つで。なるほど。できるんですけど、なんとこの、簡単なアイテム3つの素材が、実はお神殿ですか。お神殿の探索でやば取れるんですよ。なるほど。そうで、探索なんですけど、うんうん、おすすめがあって、うんうん、普通の探索では銅鉱と、うん、あと木が、うん、木材がねよく落ちるんですけど、うん、丈夫な革がなんか体感ですけどトラストボーナスでね出るんだ、落ちやすい気がするんですよ。なるほど。基本的にはあの進化素材がねよく落ちるんですけど、うん、たまに丈夫な革がねそのボーナスで落ちるので、うん、なんかもう辛いわ、ね、もうモチベ上がんないわって方はなんかその 100% になってるね絆召喚の子とかでも、ね、最高を連れてってあげて、はい、ボーナス枠を拡張して革を手に入れるのがおすすめ。おすすめです。うわ、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。まあでもあのトラマラ、うん、とかでねトラストマスターあげたいメンバーで行くのが、ね、うん、一番のおすすめです。そうですね。はい、そして次はこちらですね。じゃじゃん、大召喚師です。ゲスト召喚をしまくった証を。そうなんですよ、ようやく旋回です。やばい、受け取る。お疲れ様でございました。これもあれですよね、うん、召喚もちょっとコツがあると伺ってますけど。そうなんですよ、前回の動画でもやったんですけど、うん、要は多段でね、うん、ミシリアのね、うん、この雪国の、うん、いっぱい出てくる。そうそうそう、マーマンだっけ、忘れちゃった。そう、うん、ここのねボスが6体出てくるんですよ、うんうん、前回の動画で、ね、ご紹介したのでそちらもね、うん、見ていただければと思うんですけど、ここで、まあ、多段の子でいっぱい殴って、うん、まあ、LB ゲージをマックスにして、うん、その LB で、ゲージが召喚ゲージが上がる、うん、あのガーネットさんとか、ね、リリアさんとか、ね、そうそう、そういう子を使って、うん、まあ、回るのが一番安定するかなと思います。で、私のねパーティーは持ってない方もいると思うんですけど、私はこのパーティーで回りました。役割としては回復する気満々じゃないですか。そうなんですよ、役割としては安虎さんが召喚ゲージを使って、うんうんうん、彩香さんがケアルジャを、ね、敵に打ちます、まあ、ケアルジャ持ってない人はねこうフレンドさんとかでねお借りして、うん、あの一回こう蘇らせられれば、うん、こう割と何回も召喚できるので、うんうん、お借りしてもいいかもしれないですね。はい、
あとはガーネットさんで召喚ゲージを上げて、うん、マクセールは多段わけですね。なるほど。ユニットバーストが多段なので、これは全然マクセールじゃなくても全体攻撃を持ってる多段の子を子だ、ね、この厳重なし、厳重なし、攻撃がそう強くなできるだけ減らす。そう、攻撃もうね裸、これ裸の、あそっか、そうラムザが歌ってて裸のシャントットさんでトルネードとか倒した、結構倒しちゃう。あー、なるほど。そっか、ラムザさんが歌っちゃダメなんだ。でも MP はこのローザさんのリミットバーストがすごくて、うんうん、この味方全体の HP MP を回復が結構割合で回復していくので、うん、すごっ。そうなんですよ。だからまあ、ローザさんは最初、ここに来てローザさん、そうなんですよ、最初ガードさせておいて、うん、こうリミこうなんでリピート押して、うんうん、リピート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 ってやって、あ MP が足りなくなってきたなと思ったらローザさんの LV をセットしてリピートを始めるとずっと MP がまた回復していく。すごー。そうなんですよ。なんで結構おすすめですね。はい、はい、あと2個のね、私の目標はですね、目標来ました、このアリーナ。アリーナね、30万。やばー、今20万なんであと3分の1上ですね。これはもう日々頑張る。そうですね。でも他のアリーナ1万章とかよりはちょっとまだ現実的かなっていう。確かに、コロシアも1万章とか、確かに頑張って1000以内とかに入ればね、3万とか4万とかいく、うん、そうなんですよ。であと何万だっけ、10万。あ、なんか最高、まあ普通にアリーナ1000以内目指して流れやって、だいたいまあ3週間ぐらいでは普通にやったら取れるっていう。そうなんですよ。すげー。だからもしね、あの頑張るって方とかね、うん、狙ってみたいっていう方がいれば、自分のね、うん、欲しいボーナスがつくときにね、アリーナのその週間ランキングとか月間ランキングとか、自分の欲しいものがあるときに頑張るのがいいんじゃないかなと思います。はい。そしてもう一個はやっぱりこの大召喚師。大召喚師ね、1万回ですね。これ大召喚師はやり始めてどんぐらいなの。やり始めて、いやこれ実はやり始めた時、前回やり始めた時が多分200とか300とかその辺だったんですけど、だいたい丸1日やって1000、いや普通に500とか600とかやって、別にそんな疲れた感じはしなかったから、リピートした、そうそうそう、股間の作業しながらリピートしてたみたいな。あとなんかね、そのリピートの、ね、コツが私の中であって、お味噌汁的リピートのコツ、ね、なんか寝るときにこうね、押すってなるとずれるんだよね。はいはい、これ押しっぱなしにして手を離すとクリック判定になるんだよね。あー、わかんない。これがちょっと見てて戻るあるじゃん、ね、ちょっと戻るあるじゃん、うんうん、これを押しっぱなしにしてると、うん、反応しないの。反応しない。離すと戻れるの、はいはいはい、だからリピートのところ持ってて、こうして音聞いて、でこう自分の多段が終わった後敵が攻撃してきて、大体敵の攻撃がブリザガのエレチェみたいな音するんだよ、はいはい、チャキーみたいな、うん、そしたらこうって話してまた乗せるの。それをちゃんと聞いて、ここの中指をね乗せて、中指をここに乗せて、こうするとリピートのところにねなるから絶対ぶれないの。だから寝る寸前とかにこうしてチャキーン、はい、すごい頑張ったんだね、ウソちゃんって思ったの、はい、ね、寝れてないから全然寝落ちするその瞬間まで回っていたという話ですかね。そうなんですよ。でもこれ結構ね、あのおすすめな指のこれとチャキーンっていうこのね、チャキーンって押すんじゃなくて離すっていうのが、ね、なるほどね、おすすめです。確かにこうだったらちょっと動きがあるからね。そうそうそう、ずれちゃうんだよ。こういう理解の動きだけど、そうそうそう、これするわけだからね。そう、いや、話してるとやっぱねリセットしちゃうから、ちゃんと休んでください、ね、本当ですね、はい、というわけで、はい、もうみそちゃんのね、クシドリングへの道がだいぶ見えてきたということで、うん、まあ、次回はじゃあ取れました報告ですかね。そうですね、ご報告できればいいなと思います、うん、はい、まあまあ無理せず頑張ってください。頑張ります。私もちょっと頑張ろうかなって気になった。お、あの何がいいかな、最初のクラフトじゃないかな。そっか、うん、クラフトだ。ちょっとトラマラ、まあ、マラソンとかトラスト上げながら、うん、ちょっと上げていく感じかな、うん、はい、というわけでちょっと頑張ってみたいと思います。はい、ではみそちゃん最後までありがとうございました。ありがとうございます。じゃあみそちゃんの次の報告を楽しみに待ってみましょう。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。
はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターやっております。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。下の赤いボタンをタップまたはクリックでできます。動画の更新通知や YouTube ライブの通知なども届きますのでぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバイ。